中3日での対戦、そのリーグ戦から5人メンバーを変えてきたガンバ大阪と8人メンバーを変えてきた FC 東京です。山本のパス、杉山左足かわして右足シュート、杉山の右足のゴール、先制点はガンバ大阪。押していた前半のうちにゴールを取りました。移籍後初ゴール、杉山得意の左ではなく右足で決めました。あ、いい時間帯取りましたね。あの東京は生、まあ、かしきりたいですけどね、ガンバ大阪の集中したいですね。が蹴ります、高いボール東口キャッチ、このハイボールの処理は安定しています。東口です。黒川入れてヘディングは三浦、残っていた後ろから頭ポスト、いやビッグチャンスでした。まあ、押し込んでるタイミングでね、ここ2点目取り切ればかなり大きいんですけどもね。笛が鳴りました。ちょっとポジション取りのところでファールがあったようです。 FC 東京ここも三浦の守備、三浦から山本リヒト、山本福田2点目、福田のゴール、2対0ガンバ大阪。途中出場の福田、サポーターと喜びを分かち合います。鈴木が入れる、前を向いた山本リヒト、杉山へ、さあ運ぶ山宮逆サイド中央、山本にシュートを放った、杉山2点目、今度は左足で決めました。3対0、1点目は右足、この3点目は左足。そしてここで長い笛、3対0ガンバ大阪 FC 東京を破って今シーズンの公式戦ホーム初勝利。